だからほら、ウーマン、あ、名前でした、村本さん。なんだっけ、ウーマンラッシュアワーの村本さんとかが、割とその憲法論みたいのをなんか朝生で喋って、揉めてるわけじゃないですか。ウーマンラッシュアワー無知すぎるだろう。どうなんだろうな。無知を馬鹿にするのは良くないと思うんですよ。でも、無知が恥を知らないのも良くないと思うんですよ。例えば、人工知能を進化させるべきかどうかみたいな話って、頭の悪い人が議論に入っても邪魔なんですよ。だって、別にほら、頭の悪い人に教えるためにやってるわけじゃないじゃん。人工知能がこの先進化していった場合って、人間が不必要になったり、人間がコントロールできない何らかしらの能力を持つかもしれませんよね、みたいな話になった時に、人工知能って何すかみたいな人がいたら、それは他のところで勉強していただいていいですかっていう。ただその、無知であるがゆえに素朴な疑問っていうのが出せる場合があって、玄人ばっかりの時に気づかないいいボールを投げるっていうのはたまに無知な人がやることがあって、だからそういうポジションとしては無知であること自体を僕は否定するのはどうかなと思ったりもします。で、これは僕、専門的な議論の話をしたのね。で、朝生ってさ、基本的には頭の悪い人たちが見る番組じゃないですか。だからそこって頭の悪い人の代弁者は必要なんですよ。だって何か答えを出す場所じゃないもん、あれ。とりあえずテーマがあって、それを専門家と素人がああだこうだ言って、で、特に結論がなくて、でもなんかいいもの見たなとか、なんか賢くなった気分になるっていう番組じゃないですか。だから、ああいう無知な人っていうのは僕は必要だと思うけどね。これ別に馬鹿にしてるわけではなくて、そういうエンターテインメントだから、ほら、何かを説明するんだったら、池上なんとかさんみたいな、こういう事象があって、こういう風になってるんですよ、世の中はっていう説明で十分なわけじゃん。で、何時間も議論する必要ないのよ。だって、専門家じゃねえし。基本的に知識っていうのは事実を説明すればいいから、議論になることってほとんどないのよ。知識の場合はね。